それではボートレース大村展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明則記者です。長谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、7日間開催で行われています西日本スポーツ杯、本日3日目を迎えました。さあ、長谷さん、2日目を振り返っていきたいんですけれども、はい、さあ、昨日2日目はね、雨が降る中レースが行われたんですが、うん、はい、さあ、その中で2日目連勝としたのが山崎郡選手、そして逃げての連勝、そして初日後半から3連勝、うん、強いですね。船橋もなんかいい感じしますよ。なかなか本人はね、いいこと言わないけど、周りから言うと、はい、あ、山崎郡選手出てますねっていう声がちらほら聞こえてますよ今。やっぱりね、本人はもっともっと高いレベルも、ね、求めてるようだけど、コース不問でいい仕上がりになってますよね。そうですね。そして今日はね、6コースで磯走りとなってますけど、ね、そうそう、だからそこのね、6号艇が回ってきて、そこをどうしのぐか、はい、でもね、山崎郡選手の足なら6コースでも怖いですよ。そうですよね、スタートも行ってるからね、はい、はい、さあどうなるのか、また今日も注目となりそうですね。はい、そして2日目終了時点の予選得点率1位に立っているのは山崎郡選手となっております。うん、そして2位以下なんですけれども、2位に立っているのは、梶野選手、大崩れなしですよね、しっかりまとめました。ただ山崎郡選手と比べたら船橋としてはなんかまだ二重丸がつかないな、普通かなという気はしますね。なるほど。さあ、そしてその下が、小池選手、青木選手、市川選手と、まあ、実力者がずらっと並んでいるんですけれども、ただ予選は今日合わせた後3日間ありますからね。7日間レースでね、予選が5日目までありますからね、はい、さあ、だから今日は調子のいい人もどん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 行きたいけど、遅れた人はなんとかしてね、その遅れをね、挽回したいところでしょうね、うん、そうですね。さあ、予選は5日目の第10レースまでとなります。3日目の本日も熱い戦いにご期待いただき、ぜひ最終レースまでお楽しみください。それでは本日の注目レーサーのコーナーです。フリップをご覧いただきましょう。さあ、本日の注目レーサー、海野幸四郎選手を挙げていただきました。さあ、注目ポイントお願いします。インは得意、大村では42走全2連対中。あ、42走全てですか。はい、デビューしてから大村の陰線調べてみると42走あったけど全部2着までに入っております。で、1着が38回、はい、2着4回ほぼ勝ってると。わ、すごいですね。全国でもね、最近ね、1年間では 83% の1着率があるけど、その中でも大村はもう大の得意でございます。じゃあもう信頼度は高い、はい、ただ昨日までが海野選手が5、4、6とまさかまさかの大苦戦ですよね。いや、そうですね。1日2日早い勝負がけに持ち込まれたというところでしょう。ただ昨日はキャリアボディを変えた、はい、なぜ変えたかというとエンジンの回転を上がってほしいと思って変えたそうなんですよ。そこでやっぱりエンジンは回転上がってきた、うん、レースではただその上がりすぎててもうターンが全然できなかったと。あ、そうなんですね。反省してました、はい、もうレースが情けなかったなって言ってました。ただ本人は回転を止めるペラ調整の方が自分は得意なので、うん、本体は上がった、あとはプロペラで何とかする、はい、ということを言ってましたからね、はい、だからここはもう見てたようにエンジン本体回転上がってくれたらもうプロペラ止めればいいんですから、うん、だから無理やりエンジン回転を上げるようなことを今止めればいい作業になっているので、はい、ここはいけるのかなと思ってね、うん、今日はだから2走を何としても巻き返したいですよね。そうですね。ここはメンバー的に、うん、新入枠なりでしょう、はい、前の選手ももう6コースでしょうね、はい、ただここね、海野選手はまあ昨日の時点では中堅ないですよ。だからうまく合わせて中堅ぐらいを持ってくれるか、一番動きがいいのは前の選手、はい、昨日のね、体重59キロですけどね、本人言ってました、体重のある僕が乗っててもエンジン、モーター回転上がりすごくいいんですよ。あ、そうなんですね。これ本当にいいエンジンですよ。一人で乗ってるとね、周り足はすごくいいんですよ。だから彼もプロペラでうまく合わせれば大丈夫。はい、ただ6コースっていうところがあるんだよね。そうですね、うん、コース有利なら河村選手、高橋選手ですけどね、河村選手の、ね、コメントはね、節位置って言ってました。お、節位置出てないって。あ、
出てない方、乗り心地含めて悪い。あ、だから昨日の12レースは3着踏ん張った時あれよく頑張りましたよね。でも手応えとしてやっぱシンプルに変わってね、はい、良くない。そうなんですね。高橋選手も本来ならスピードがあってもガンガン攻める選手ですけど、はい、出足が全くなくて、足は下位クラスでしょうね。あら、ここまで5、4、5着。そうですね。いや、内側が有利だけど、うん、ちょっとピリッとしない、うん、で前の選手は出てるより 6コースになる、はい、熊本選手はね、昨日調整が合ってなくて良くなかったって言ってました、うん、でも会えば直線は普通くらいになるかなと言われてました、はい、この中で言えば山口哲選手は、なんかね、日に日に良くなってる気はしますよ、うん、いい人には伸びられるけど、はい、全然伸びも悪くないし、行き足関係はいいと思うという気にもコメント出ました、はい、地元のベテラン頑張ってほしいなと思ったんで小三区、なるほど、運の選手が本命、はい、モーターで6だけど遠い、うん、コースは2だけど出てない、はい、4がちょっといいぞってことで4を回してね、この偶数の 2,3 着ってことを出しました、はい、1番から6番2番4番の 2,3 着6点。もう話聞いてると地位争いは混戦となりそうですねと思います。だから高橋選手もね、はい、センターでビューンに行って何とか粘る可能性もあるんだけどね。でも昨日までの時点の話を聞くと、はい、なんか2と3を 2、3、5は出てないような話でした。あ、もう分かりました。はい、まあ、いずれにしても運の選手はもう信頼度高めということで、ここ逃げてよしっかり押し切ってよそうですね、はい、さあということで本日の注目レーサー運の幸四郎選手を挙げていただきましたので、ぜひご注目ください。それではいきますよ、はい、せーの、困った時の長谷田の実。さあ、困った時の長谷田の実、昨日のやつを振り返っていきたいんですけれども、はい、さあ昨日の第10レースを出していただきまして、うん、5号艇で登場した古川選手、狙い目で挙げていただいたんですけれども、はい、来たんですよ。来ましたよね。来たんですよ。3着。はい、3着に来たんです。で、ファイトもクッと上がったんですけれども、ね、1着、2着が入れ替わった。そうなんです。1からなんとか5はあったけど、そうなんです、結果が2、1、5だったんですよね。惜しかった、長谷さん。惜しかったということを外れたってことですかね。そうです、そういうことなんです、はい、8000円ついたレースにはなったので、ですよね、本当はね、1、2、2、1で売れてたけど、その5が人気薄だったんですよ、ね、そうなんですよ。いいところは見てたけど結果はダメでしたね。そうですね。でも匂いはきちんと嗅ぎ分けていただいているので、ああ本当ナイスフォロー今日もどのレースを出していただいたのか、はい、フリップをご覧いただきましょう。じゃあ、困った時の長谷田の実、第7レース新入固定戦を出していただきました。昨日の長谷田の実でね、はい、私が外れた理由というのは、この小池選手が1着だったんですよね。そうだったです。2コースからうまかった、はい、そうでした。スタートも行ってるし、はい、出足、回り足関係、本当レース行ったらいい足してますね。そうですね。で、ここ新入固定でしょ、はい、出て、モーター出てて、はい、スタートが速くて進入固定の1号っていうのは、これ大本命じゃないですか、普通なら。そうですよね。で、君島選手は昨日ね、ようやくね、トラプラ叩いて、チルトをレードに跳ねて上向いてきました、はい、良くなってきました、うん、だからやっぱ実力者が3号で、ここは何とかして追走したいのかな、ただ伸びてるのは勝木選手ですね、はい、エース26号機、うん、で外はダッシュはどうかと思うと、中田源太選手ちょっとやっぱ出足回り足あっちのレース行ったらちょっと弱いですね。A2 レーサーだから、 A2 レーサーだからね、はい、一部したいんだけど、ちょっとあの出足を見ると物足りないな。古賀選手も出てはないんですよ。だから4と5はそんなに船足は変わらないと思います。はい、差はない。だからまあコースでまあ4も気になってるので、1の頭、甲子園さん逃げて、はい、君島選手は追走者の1、3からは2、5、4まで入れましょうか、まあ、6号で村本選手は昨日フライングを切っちゃったんでね、はい、なかなかいけないと思ってるので、うん、で、まあ、勝木選手の1、2からも3、5、4まで入れましょうか、はい、ここはもうすんなりもう甲子園選手がもうね、伸びる勝木選手を壁役にして、うん、まあ、固定戦一気に押し切るレースかなとは一は思います。はい、まず本戦は挙げていただいております。そう、そして狙い目、勝木選手伸びると言いましたけど、はい、ただ伸びるんじゃないんですよね。あら、何でしょう。すごく伸びるんです。あ、なるほど。むちゃくちゃ伸びるんです。超絶伸びるってことですね。昨日は伸びてた、うん、ここ書いてますよね、はい、カーブはダメだが
ストレートは150キロ台後半出るぐらいの直球があるエース機なんですよ。これ野球の話ですかね。あの野球でね、はい、まあ、直球ストレート、はいはいはい、カーブ変化球ですけどね、勝木選手言ってました。ホークスのモイネロ投手のようなすごい直球があるって本人がおっしゃってたんですね。本人がだからホークスファンってことと、はい、もうちょっと多分ね、多分ですよ、はい多分はい、今回西日本スポーツ杯ですから、はい、ホークスに強い新聞なんでねそこを勝てたのかな、それ言い過ぎかな別に僕に日本スポーツさんが何かもらったわけじゃないんですけどね。そうですよね。それぐらいのね、直球がすごいらしいんですよ。あ、なるほど。とにかく直線がいいってことですね。本人言ってました。あの僕らの言うね、あの気力評価あるじゃないですか。はいはいはい。出足、回り足は三角でしょうね。ただ伸びはね、二重丸じゃなくて、中黒、はい、黒二重丸がつくぐらいの伸びだと思いますよ。グリグリってことですね。攻撃選手とっては、本来なら勝木選手が壁役になるけど、ちょっと油断してね、はい、勝木選手がちょっとスタートでもしかしたら前に行ったら出てくる可能性がありますよね。うん、勝木選手は出足がないんでさせないんですよ、はい、だから伸びを生かしてのまくってくれたらちょっと穴かなと、た一応叩いてくれたら、叩けば3が来るぞと、はい、2、3、3、2折り返し、折り返し、本当は4と5の方を集め三軸を、はいはい、叩かれる。でも一応1も押さえておこうかなと思ったんで、はい、2332に勝木さんがもう行ってくれたら、はい、モイネのような直球投げてくれたらですよ。はいはい、ここまでちょっと熱くすみません、語っちゃいましたけどね。すごい楽しいです。なんかそこで、ね、だから本当味方になってくれるのか、敵になって慣れてしまうのか、なるほど、そこは勝木選手のスタート次第でしょうね。あ、もう小池選手もう軸と言いたいですけれども、もう勝木選手ここ、ね、どうなるかですね。私の今日の新聞でね、はい、本来なら小池選手に一番硬いも花丸とか鉄板印を打とうと思ったんですけど、やっぱりこう2の存在が気になったんで、私そこ打てなかったんです。引っかかっちゃったんですね。そうそう、だからここで出しちゃいましたでも今の話聞いたらちょっと気になりますよね、はい、だから本当です、勝木さんお願いします、スタートしてくださいよ。でも昨日もねしっかりスタート行ってますからね。そうだから本当はねダッシュ向きの足なんですよ。あ、なるほど。でもだからだけどもあの26号機のパワーでちょっとスタート次第で花に作ってくれないかなと思ったんでね、うん、はい、出しました。わかりました、うん、さあということで本日の困った時の長谷田波、えまず本戦では小池選手の頭から、うん、そして狙い目ではモイネロのように勝木選手がグッと行ってくれるのかということで、そう、もう早いよ、もう150キロになるって165キロの直球だけどさ、本当それって結構すごくないですか。多分すごいと思います。ちょっと野球詳しくないです、すみません。私も詳しくないですけれども、はい、すごいことだけわかりますね、はい。ということで第7レース新宿都市線挙げていただきましたので、ぜひこちら参考にされて本日もお楽しみください。ということで解説をしていただきましたのはスポーツ報知の橋明憲記者でした。橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。